い、私は今常陸太田市増井町にあります自然休養村管理センターにお邪魔しています。こちらの 大会議室では朝の8時からブドウの目揃え品評会が行われているんです。この会議室内にはですね、長机がずらーっと並べられていまして、その上には白い紙の上にさらにですね、この濃い紫色の 巨峰と、そしてライムグリーンが鮮やかな日立清流のブドウが並べられています。さて、今年のブドウの出来はどうなのか、お話を伺ってまいりたいと思います。お話は JA 茨城みずほ常陸太田ブドウ部会の椎名智之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。椎名さん、すっかりね、秋の季節になってきましたね。はい、やはりブドウが美味しい季節になってきましたけれども、やはり皆さん気になるのが今年の出来ですよ。はい、今年の出来いかがですか。おかげさまで、このように、大房の黒い巨峰がたわわに実っております。たわわに実っている。はい、これもですね、常陸太田のブドウ農家の皆さんがやはりね、はい、切磋琢磨してね、はい、いろんな技術を学ばれて、そして交流しながら作られたそうですね。はい、その通りです。はい、常陸太田のブドウというのは、まあ、頻繁に講習会だったり農家さん同士が、まあ、ライバル&仲間ということでいろんな絆を深めながら作られたということなんですけれどもね、はい、やはりこの品評会があるからこそこの常陸太田のブドウというのが美味しさの質が上がるんでしょうか。いやいや、そうではなくて、やはり常陸太田のブドウっていうのは観光の産地でもありますし、はい、ここまでわざわざ足を運んでくれるお客様のために、喜ばれるようなブドウ作りということを目指して、ここまでやってきていると思います。やはりこう評価も大事ですけども、何より口にするお客さんのために日々努力されてるんですね。はい、そうですね、そうだと思います。はい、ブドウなんですけれども、最近こう温暖化でリンゴが甘くなっているっていうニュースを聞いたことがあるんですが、はい、どうでしょう、この気候の変化でブドウにも影響ってあるんですか。はい、ブドウの方もやはりどうでしょうね、糖度なんかは当然上がってくるんですけれども、はい、ここに並んでいる巨峰に関してはやはり温度差っていうのも必要ですし、色をつけるためにはちょっと苦労しているところもあります。やはりその気候の変動にも皆さん苦労されてるんですね。はい、その中でも高品質のブドウを皆さんに提供するために日々努力されているということなんですけれども、今まさに私の後ろで、ね、専門家の皆さんが品評されていますけれども、はい、このブドウどんなことを評価しているんでしょうか。はい、ここに並んでいる通り、はい、糖度、甘さですね、はい、甘さ、あと酸度、酸味、酸っぱさですね、はいはい、うん、あとは着色、うん、粒数、あと房重、はい、粒の数と房の重さ、はい、はい、あとはこうパッと見の第一印象の見た目ですね。はい、トータル的に数値化されてますね。はい、はい、いろんなお話がされていますけれども、今どんな方がこのブドウを評価されてるんですか。こちらは県の関係機関の専門の方が、ね、2人ほど来ていただいて、公平に、はいはい、我々はあくまでも助手という形で、うん、はい、まさに公正な審査が行われているわけなんですね。はい、今まさにブドウが出荷されていくわけなんですけれども、はい、皆さん一般の方がブドウを手にする際に、はい、こう美味しいブドウの選び方なんかあったら教えていただけますか。はい、やはり何でもそうだと思うんですけども、出会いが大切で、出会いが、パッと見の印象で、あ、これだと思ったらば、やはりそれが一番おいしいと思います。やはりこう引き寄せられるも何かを見つけて、はい、そこで買うのが一番いいんですね。はいはい、じゃあ私も引き寄せられておいしいブドウをいただきたいんですが、はい、いいですか。はい、どちらがいいですか。じゃあ私この常陸清流をいただきたいと思います。はい、はい、今房をね、椎名さんに持っていただいて、どの部分がいいですか。どちらでも。あ、じゃあ上の部分をいただきたいと思います。ブドウの房からブドウを一粒いただきます。では早速いただきたいと思います。香りがいいですね。そうですね、いただきます。うん、うん、酸味と甘みのバランスがいいですね。はい、わあ、これはかなり美味しいです。はい、これぜひね、皆さんに早くね召し上がっていただきたいですし、はい、スタジオの勝美さん、宮田さん、
もうね、ぜひ食べていただきたいんですけれども、今ちょうどスタジオにもですね、この日立清流と巨峰がそちらに届いてるんじゃないかと思うんですが、抜群に美味しいですか？甘くて美味しいですか？かなりの高評価いただいています、吉野さん。はい、皆さんのね、農家さんの愛情が詰まったこちらのブドウたちなんですけれども、皆さん、このブドウ、これからね、はい、皆さんの目にもね、多く見られるということなんですが、いつ頃このブドウ出荷されるんでしょうか？はい、園によっては、もうスタートしている園もありますし、基本的にブドウ狩りっていうと、9月1日からのオープンということで、今日も県内各地キャラバン隊が宣伝活動しておりますので、見かけたらば手を振っていただけると、はい、キャラバン隊ってどんな格好してるんですか？キャラバン隊も おそらくこんなブドウ色のシャツを着て、はい、私の横にいる椎名さんもですね、ブドウ色の紫色のポロシャツを着ていて、胸元には頑張って日立太田、そしてこの左の腕の袖にはブドウのロゴがついてますね、はい、この皆さんが今地域を回っていらっしゃるということで、見かけたらぜひね、声をかけていただいて、はい、そしてね、この美味しい日立のブドウね、日立太田のブドウを召し上がっていただきたいですね、はい、さあ改めて最後になりますけれども、今ラジオを聞いている皆さんにもですね、このブドウについて一言メッセージお願いいたします。はい、日立太田のブドウは、とても甘く、みずみずしく、皆さんの笑顔を心よりお待ちしておりますので、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございました。お話は JA 茨城みずほ日立太田ブドウ部会の椎名智之さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間はこれからが食べ頃のこちら日立太田のブドウの話題についてお伝えしました。